こんにちは、木のままです。今日は5月4日です。これはノイバラですね。はい、ここら辺ノイバラたくさん咲いてるんですけれども、白い花びらがほとんどで、こうしてピンクの花びらはちょっと珍しいなって思ったので、来てみたんですけれども、はい、ね、こうしてね、こんなつぼみも、はい、綺麗なピンク色で可愛らしいですよね。いわゆるこうね、お花屋さんに売ってるようなバラとは違って重みがだいぶ違いますよね。大きさもこんな感じで、だいぶ小さめの花がこう、ね、たくさん咲いてて、はい、綺麗です。なんか虫さんも蜜を吸いに来ているみたいですね。すごく香りもね、いい香りで、ノイバラたくさん咲いているところはそこら中に、はい、花のいい香りが漂ってます、ね、初夏の花っていう感じですけれども、秋になるとですね、赤い実がなって、それをこうね、リースとかに、使って飾りにしても綺麗ですね。はい、その実がですね、お茶なんか、ローズヒップティーとかね、お茶なんかにも利用されてますけれども、いろいろ効能があって体にもいいということでね、はい、見た目にも花も実もね、楽しめるし体にもいいっていうことで、あと繁殖力もとてもこう強くって、バラの品種改良なんかにも使われるそうです。ね、いろいろこう、ね、役に立つ植物っていうことですね。はい、このようにこの動画では私が気になった植物やその植物についてのちょっと面白いなって思った話があれば紹介してますので、よかったらいいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。今日はありがとうございました。はい、ね、本当に可憐で可愛らしいですね。